回の任務は物資輸送経路の安全確保です。私はこっちのツタから降りますね。私、ツタ登りや岩場登りは結構得意なんです。ご存知ですか？おばさまはロッククライミングの達人なんですよ。最初に大峡谷越えを成功させたのもおばさまなんだとか。こちらに痕跡が。初めて見る形状です。この先に続いていますね。こんなところに温泉があります。気持ちよさそう。入ったら二度と出られなくなるかも。道が塞がっていますね。痕跡の主の仕業でしょうか。ずいぶん荒らされていますね。すごい力。あ、うん。
you
ましょう。はい。あ、よく来たな先輩。よう、相も変わらぬいい働きだったな。怪我はなかったか？よくやってくれた。これで本格的に調査を行える。はい。しかし驚いたよ、こんなに寒い場所があったのか。この地に何が待ち受けているかはわからない。だが、今回も我々ならなせるはずだ。さて、私はアステラに戻る。そうなの？向こうを開けるわけにはいかないからな。今回の調査だが、お前、指揮を取る気はないか？俺が？やめとくよ、向いてない。じいちゃんがいるんだからこのままで問題ないだろう。それに総司令なんてやれと言われてやるもんじゃないしな。まあいい。だがここを守る者がいないと話にならん。お前は残って皆をまとめろ。了解。よろしく頼む。よし、始めよう。こっちも大所帯になったし、レイゲーナの調査も本格始動だ。その前に顔合わせをしようか。調査班にはまだ紹介してなかったからな。まず物資補給所の担当はしっかり者の彼だ。よろしく。マカレンキンはこちらのばあちゃん先生に任せて。彼が交易船の管理と、そして植生研究所とのやり取りを担当してくれることになった。頑張りますよ。そしてこちらが料理長。なんとアステラの料理長のお師匠様だ。一度国に帰られていたけど、今回のために戻ってくださったんだ。調査資源管理所は引き続き私に任せてね。もちろん加工屋も武具屋もあるぞ。そしてなんと所長先生もこちらに。知りたいことのためならどこまでも行くんや。そして俺がみんなを守る役目を言いつかった。精一杯やるよ。よろしくな。さて
俺たちの目標ははっきりしている。レイゲーナの大軍が海を渡った原因を調査することだ。そのためには何よりもレイゲーナを探し出さないとな。第一歩として調査班は渡りの凍て地の探索を行ってくれ。探索しつつレイゲーナの痕跡を追えば手がかりが出てくるかもしれない。ただしここが見知らぬ土地だってことを忘れんなよ。無茶したら俺が怒るからな。はい、渡りの凍て地へ探索に出てみます。私も凍て地の調査に出るわ。いろいろと気になることもあるし。わかりました。いつも通り定期的に安全を知らせてください。よし、こんなところだな。それじゃあみんな無事戻ってこよう。渡りの凍て地に行きましょう。レイゲーナの行方がわかるかもしれません。